どうもシュガーソルトです。はい、ということで、見てわかる通りね、はい、モーシーさんが髪を青色に染めました。どこがやねん。おい、大丈夫か。え、青ちゃうねん。あ、間違えました、緑色でしたね。おーい、大丈夫か。あ、可愛かったです。ありがとうございます。こんな目見えてへん人に言われてもね。まあ、私髪の毛をね、オレンジにしました。はい、前髪も作りましたよっていうことでね、軽くイメチェンしました。はい、ということで、はい、そんなね、新鮮モーシーさんと一緒に、はい、本日はね、うん、やりたい企画がございます。シュガーソルト初の知名度調査をやっていきたいと思います。わーい。知名度調査っていうことは街に繰り出すっていうことですよね。はい、そうです。で、本日向かう場所がですね、うん、こちら原宿竹下通りでございます。あ、まあ具体的に何するかっていうところなんですけど、まあシンプルに、まあこう原宿のね、竹下通りをこう練り歩きまして、はい、まあ声をかけてもらえるのかどうかっていうところですよね。プレッシャーやな。はい、プレッシャーです。まあやっぱり僕たちね、まあチャンネル登録も24万人もありがたいことにいるわけですよ、はいはいはい、でもまあ基本的にね、家で動画撮影して編集してあげて、うん、あんまりこう外に出ないじゃない。ね、あんな、まあ、なので今回ちゃんとカメラを回してね、どうぞ声をかけてくださいみたいな顔して歩いてたら、うん、声かけてもらえるのかというね、ところでございますよ。なるほど。もしね、まあ、ちょっとね、ファンの子とかがありがたいことに声をかけてくれて、ありがたいことにちょっと YouTube 出てもいいよとか言ってくれたら、まあ、若干インタビューみたいなことしてみてもいいかなとね、確かに思って、まあ、家で長々と喋っててもしょうがないですから、はい、じゃ早速原宿行きましょう。はい、じゃあジャンプで行きますよ、うん、せーの。はい、ということで竹下通りに到着しました。はい、眩しすぎるやろ。めっちゃ眩しいやん。そしてね、人がやばいです。いやーやばい、ちょっとひよってます、うん、めちゃくちゃひよってます、うん、竹下通りで撮影するの初めてなんで、僕シンプルにクレープとか食べたいんで、はい、いやー、そう、いいね、それは、まあ、ちょっと、うんうん、じっくり歩いていきましょうよ、うんうん、ということで、やっていきましょう。レッツー、かわいい街シュガーソルト。はい、ということで、はい、とりあえず端から端まで一回歩いてみますか。歩いてみましょう。でもね、ちょっとね、気まずいな。なんか、ほんと俺ら外ロケあんましないからさ、この人前で喋るみたいなの、未だに全然緊張するよな。ひよってる。そしてマジで人が多いです。多いね。シンドバッドや。やばい、カーシーのテーマソング流れてる。あ、すいません。シュガーソルトの方ですか。あ、そうです。あ、そうなんですね、はい、なんか見たことあるなって。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。ってなってないね、一回も。おい、どういうことやねん。もう声かけられる素振りもありません。いや、みんな知ってるだけやで。思い上がってたんじゃないですか、僕たち。あ、もうこれカーシーが企画考えたから、カーシーが思い上がってたっていうことですよね。思い上がってましたよね。思い上がってたよね。竹下通りぐらい人の集まるところだったら、一人ぐらい声かけてくれるんじゃないかなって思ってたら、まあ、あの、謙虚に行こう。やっぱりこれから声をかけてもらえるように、これからも頑張っていきましょうっていう方に、はい、転換しましょう。まあまあ、そしてまた、まあ言ってもまだ片道しか歩いてませんから、ちょっとクレープとかね、あの、いちご飴とか、うん、やっぱこう歩きながらだったんで、はいはい、ちょっと声かけづらかったなんてこともね、はいはい、ありますから、そうです、まあまあまあ、ちょっと今度はクレープ食べたりいちご飴食べたりして、ちょっとこう泊まりながらね、そうそうそう、こう、もう一回帰ってみましょうよ。シュガーソルー。はい、ということで、いちご飴とぶどう飴を購入しました。ぶどう飴初体験です。初体験です。ちょっと食べてみてよ、いちご飴持ってあれば。じゃあ、いただきます。うん、どうですか。うん、てか、お姉さん、ぶどう飴の食レポしてる場合じゃないんですよ。はい、そうです、そうです。実は今ちょっといちご飴とぶどう飴を買うのに並んでたらですね、まさかのカメラを回してないタイミングで声をかけていただいたんですよね。そうそう、今日は声をかけてもらうっていう動画だから。何やってるんですか。何やってるの。サボってました。なんでさ、回してないわけ。あなたですか。あなたでしょ。あなたです。ちゃんとしてくださいね。あー、ぶどう飴食べよ。チェゴだ、チェゴや。チェゴ、チェゴ
タルキサタン。タルキ。タルキサタン。タルキサタン。うん。うん。あ、そうです。ありがとうございます。やったー。あの声とか入っても大丈夫ですか YouTube？ はい。ちょっと今 YouTube で声かけてもらえるかなっていう企画撮ってて。おーやばい。声かけてくれたんで嬉しいです。はい、ということで今日一応初ですね、カメラ回ってる状態では声をかけていただけたということで。ありがとうございます。ありがとうございます本当に。気まずい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 からやめて。いや、ありがとうございます。さっきイチゴ飴持ってる時に絶対そうだなって思って、カメだけでわかる感じ。え、ね、なんか一回調べようと思って。あ、やっぱり調べてて。あ、そうなんや、嬉しすぎる。いや、嬉しいですよね。お名前なんて言うんですか。ミュウ、ミュウちゃんとセリナです。セリナちゃんです。ありがとうございますありがとうございます本当に。これからもよろしくお願いしますありがとう、やったー、ありがとうございます。じゃあ今日も帰りましょう。早いよ、まだ帰れないでしょ一組だから。あ、そっか。じゃあ原宿楽しんでください。ありがとうございますありがとう、嬉しい。写真とか撮ります？大丈夫ですか？いいですか？いや、あの、もし よかったらカメラ回ってない時に二組目が。しかもこのカメラ回ってない時を気遣って声かけてくれるわけですから。そうだよ、そうだよ。ありがたいお話ですよね。すごくありがたいです。まあ、なんですけど今日の企画はカメラ回ってる時に声をかけてもらわないと動画進みませんので、はい、そうですよね。常に回しててください、はい、ということで、まあね、やっぱりね、止まってる時の方が気づいてもらいやすいということに分かったん で、あとやっぱりこうカメラが回ってるのはやっぱ気使って、うん、あの声かけないでいてくれるっていう。そう、でカメラ切ったら声かけてくれるっていうね、いい人たちばっかりですね。マナーがすごい、はい、今日はまあ私たちがあちょっと気づいてくれてるかなっていう子がいたら、もうこっちからちょっともうこい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 ってこいこいこいってやれば、まあ、来てくれるっていうパターンもありますからねそうそう、やってもらいましょう。いや、ここですよ。どうですか、ここのクレープ屋さんは。ほら、1個2人で食べる。あ、そうしよう。え、でももう超シンプルなの好きだけどいいの？え、超シンプルなのがいいよ。はい、ということで、クレープを調達してきました。はい、調達しました。見てください、このチョコバナナカスタードクリーム。おいしそう。うん、うん、すごい、この生クリームとチョコレートとカスタードが、うん、こう、うまい具合のバランスでこう混ざり合って、うんうん、なんかこう、すごくね、あのデミグラスソースのような味がしますね激マズやろ、やとしたら。え、でも、ももも食べたいねんけど。あー、ももも食べたいってことは、まあやってくれるんでしょうね、そのクレープを。じゃあ、モーシーさんの食レポに期待したいと思います。うん、ちょっとまだ分かりませんね。ヤギの餌やり、これこれヤギの餌やり映像じゃん。いつになったら食レポするんですか、カワヒさん。はい、どうしたんですか。吐くまで帰れませんでした。結局違いますよ、帰れそうです。じゃあ、あの、違います、帰りはしません。あんまね、言ったじゃないですか、私シュガーソウル。カワシーさん、カワシーさん、なんでこうもカメラ回す、なんでカメラを切った瞬間に、ちょっともうあとクレープこれ食べきるだけだからカメラ切ろうって言った瞬間に、ありがたいですよ。ありがたいことです。だからやっぱりみんなカメラをあると話しかけづらいです。しかも今声かけてくれた子なんてね、うん、こうやって iPhone をね、こうやって見せてきたの、うんうん、何かなと思ったら、うん、私たち耳が聞こえないんです、シュガーソルトさんですかって書いてあったんですよ。うん、もう感動した。なんか涙が出そうでしたよ、本当に。私も嬉しいね。嬉しいよね、やっぱり字幕もフルでつけて。そうだよ、本当にそれ思った今ね、うん、こんなところで話す話じゃないけど、うん、なんか割とその画面の中で、うんうん、その何もない、入ってないっていう時間がないようにっていう感じで僕ら編集心がけてるんですけど、うんうん、なんかそういうのも、ね、大事なのかな、なんか大事なのかなって思ったね。それは続けていきましょう。まあね、うん、そんなにね、大それた努力じゃないですから。そうです、そうです、まあ、これでね、ああいう子たちがね、見てくれるというか見れるのなら頑張っていきましょう、うん、とっても嬉しかったです、はい、ありがとう、本当にありがとうございました。好感度上がったから行こう。はい、きやこの音今の絶対なしやで、ほんま。はい、ということで、竹下通り戻ってきました。ちょっとだいぶ慣れてきたな。はい、僕アイスコーヒーが飲みたいですね。あー、なんか大人っぽいもの言ってますけど、ちょっともう甘いのはもう無理です。でも原宿っていうのは若い子の街だから、ブラックコーヒーとか多分置いてないんじゃないですかそんなことはそんなことはないでしょ。ある？
ということでですね、はい、ちょっとコーヒーが飲みたすぎて探したんですけどなさそうだったので、もうセブンイレブンで買いました。ちょっとさっきからね、前にね知ってくれてそうな人がいるんですけどね。そう、え、知ってくれてます？知ってます。あ、本当ですか？ありがとうございます。さっきね、ずっと見てくれてるなって思ってたから。はい、ということでね、初の男の子のファンの子に声をかけてもらいました。嬉しい。ありがとうございます。え、ちなみに何で知ってくれました、僕らのこと？最初、あ、いやでも YouTube のおすすめかなんかだった。そうなんだ。結構前から見てます。あ、本当ですか？うわ、嬉しいね。カーシーがめっちゃイケメンで、そうなりたいなって嬉しい限りですね。よかったですね。はい、すみませんね。ありがとうございます。ありがとう。頑張ってください。ということで、あとのノルマが、まあ、一組頑張っていきましょう。はい、まあでもさ、もうカメラ回ってないところも含めたらさ、うん、結構な数声かけてもらってるよね。うん、そうね。みんなからはさ、動画で俺らの顔って見えてるけどさ、俺らはそのコメント欄とかさ、文章でしかさ、うん、知らないからさ、うん、どういう子が見てくれてんのかってさ、分かるようで分かんないし、確かに。やっぱりこういうリアルで会えるのっていいよね。嬉しい。でもいつかね、お迎えしたい。だからお迎えしたいですよね。シュガーソルト。あれ、モシーさん、どうしました？寒くなってきたんですけどもう、あれからね、カメラ回したり回しなかったりしながらちょっと歩いてたんですけど、うん、やっぱちょっと歩いてるとね、声かけてもらえないね。いや、そうそう、なんか歩いてる時に声かけてもらえる率ゼロじゃない今んとこ。そうですね、キモすぎんこの企画。そうですね、私たちのこと見てる人今のところ誰もいません。はい、ちょっとモヒさん、はい、なんか台湾チーパイみたいな唐揚げみたいなのがあるって、僕それ食べたいですね。しょっぱいもの食べたいです。あ、分かった。結構大きそうだね。ちょ、1人、2人で1個食べる、うん、2人だけよ。じゃあモヒさん、早く取りします。取りたいんですけど。早く取りますよ。あいつが、あいつ絶対近くにいるもん。これを狙ってるんですね。いやだ、本当に無理だからね。え、もうほんまに無理。マジで無理。ほんまに嫌や。ちょ、マジで無理。ほんまに。はい、ということで、台湾ジーパイを食べてね、はい、なんとかね、鳩からも逃げてきたんですけど、あと一組って思ってからが全然です。何やってるんですか？はい、本当うぬぼれですよ、これは。本当にうぬぼれてるからね、こうなるんです。そうですよ。カメラ外で声かけてくれた子たちに、カメラ回していいですかって言えばよかったです。なんで気づかなかったんですか？本当になんで気づかなかったんですか？あの、うぬぼれてました。まあ、こんだけ声かけてもらえるから、カメラ撮ってても声かけてもらえるだろうって、うぬぼれてたら最低だぞ、このざまやぞ。最低だぞ、ほんまに。いいことかお願いだって、もう誰か。あ、モーシーさんも足疲れて帰りたいそうです。帰りたいよ、早くいつの間にか声かけてもらえるまで帰れませんに企画が変わってましたね。本当だよ。知名度調査が、でもノルマを設けてしまったからね。そうだね。でもここで頑張るのが YouTuber です。そうです。ちょっと一回竹下の入り口のホームに行ってます、逆に。あ、そうだね、入り口のまだ行ってないもんね。入り口でスタンバってみます、ワンちゃん。いいかも。じゃあ行きましょうか。カメラのメモリーカードはですね、残り16分となってますので、この16分の間に話しかけてもらえるかもらえないかで決まりますよ。モシさん、残り10分なので、これはもうきついです。諦めませんよ、もう。最後に歩きましょう。ちょっともうカメラ撮ってませんよみたいな雰囲気出して歩いてみましょう。分かった。あー、竹下通り4往復目です。にこやかな顔をして歩かないといけないと思うんですよ、声かけやすいように。そうですよ。あー、ちょわちょわちょ、あ、ちょわちょわちょ。どうですか、モシさん、逆にこれキモくて話しかけてもらえなそうです。いろいろ、もうあと8分よ、メモリーカード。誰か8分の間にお願いしますマジあと8分。どなたか声かけてくれませんか？あ、逆なし、逆なし、逆なし。あ、見てくれてます、はい、うわ、マジか、来た。いや、今ちょっと YouTube で、はい、ちょっとね、今ついに最後の一組に声をかけてもらうことができました。神やん、マジで。いや、やっと帰れますね、これで。やっと帰れるわ。どんぐらいいたかな。なんか、何組か声かけてもらったんだけど、最後一人、もう声かけてもらったら帰ろうって言ってたんだけど、そっからがマジでかなかった。じゃあ僕たちあれですね、救世主です。いや、マジで救世主、マジで救世主、本当にありがとう。ちなみに
あ、なんか知名度調査みたいな感じなんですけど、はい、シュガーソルトは何で知ってくれました？いや、なんか TikTok で出てきて、あ、やっぱり TikTok が多いのかな。いや、可愛いなと思って、あ、見たら、いや、彼氏さんもイケメンだなと思って、で、なんか YouTube もやってるみたいな、そうなんで見に行って、まあ、YouTube も最近見てます。あ、本当にありがとう、嬉しいね。いやー、ということでね、最後一組声かけてもらえたので、これで無事にね、帰れるということで、はい、お疲れ様です。ありがとう。ありがとう。ありがとう。はい、ということで、はい、最後は逆なんで、はい、なんとかねクリアできましたよ。本当にありがとう。完全にね、うん、まし絶対見てるやんみたいな子たちが来たんでね、そう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 、もう最後のあれで頼んじゃいました。あ、ちょっとあの子たち、ね、逆なんあれ知ってくれてます？あ、本当ですか？うわー、嬉しい。うわー、じゃちょっとね、最後もう一組話しかけてくれたので、ね、はい、ちょっとお写真撮りましょう、うん、シュガーソルト。はい、ということで改めまして、いやー、なんか最後畳みかけてね、もう一組話しかけてくれたんですけど、いやありがたい、本当に、いや本当に嬉しい限りですね、ねー、はい、もっと早く話しかけてくれればよかったんですけど、そんなこと言うなよ。こういう時もありますよ、やっぱ。いや本当にありがとうございます。本当にもうみんな今日声かけてくれた皆さん本当にありがとうございます。はい、こういうなんか本当にリアルで触れ合うというか、本当にファンの声を聞くみたいなことやったことなかったから、そうだね、まあ、これでちょっとまた頑張ろうという、ね、気持ちになりましたね。そうね、はい、本当にありがとうございました。はい、ということで今日も動画見てくれてありがとう。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメント拡散よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。